お塩ゼミは4夜連続でお届けする海賊の経済学に関するお方解説の第2回目をお届けします。パイレーツ、オブ、カリビアンでおなじみのカリブの海賊の黄金時代。中でも死略船という国家公認の船に乗って略奪を繰り返した人たちの雇用や驚くべき懐事情にも触れることになります。第1話の URL は概要欄に、オタキング CH 管理人。 いわゆる海賊。今回ね、取り扱う海賊っていうのは、1670年から1730年ぐらいのカリブ海にいたやつ。まあ、60年間ぐらいがその黄金期だったんだけど、この海賊を扱うんだけども、それまでの大きい海賊の流れ、クセ船、プライベーティアっていうやつだね。死略船っていうのはヨーロッパのいろんな国が略奪許可状っていうめちゃくちゃのものを発行してた国家公認の海賊。その他にコルセアっていうのがあって、コルセアっていうのは宗教的な海賊の意味で、 例えば、バルバリ海賊っていうの。バルバリ海賊は、16世紀の初め、あの、もうそれのね、何百年も前なんだけども、十字軍への遠征への復讐を目的として、イスラム教徒がカソリック皆殺しっていうのを合言葉に始めた海賊なんだよ。恐ろしいよね。イスラム教徒がカソリック皆殺しを合言葉にした海賊で、もちろんこれ、これも地元に帰ったら英雄なんだ。 で、それに対して、このマルタ海賊っていうのは何かっていうと、マルタ島付近にいたんだけど、地中海のマルタ島を本拠地にしていたキリスト教海賊なんだよ、ね。で、主にこっちはイスラム教徒を襲うんだよ。で、地元ではもちろん帰ったら英雄なんだけども、マルタ海賊に限らず、ロードストー騎士団など、当時のね、地中海は、 キリスト教海賊団っていうのがいっぱいいたそうなんだけども <laughs>、キリスト教をね、エグいのは知ってたんだけども、ここまですごいとは思わなかった。バッカニアっていうのは、それに対して、スペインによってジャマイカ島から追い出された島民だよね。あの、ジャマイカ島にそれまでいろんな人がいたんだけども、一時期イギリスが支配してた。この時はみんなそれなりに、ああ、イギリスの支配ねって言って暮らしてたんだけど、その後スペインが、このイギリスに対して干渉して、スペインの、あの、そこの島民を全部追い出せというようなことになって、ジャマイカ島うなことになって、 から、みんな追い出されちゃった追い出された島民がスペイン許すまち!」ということで主にスペインを襲う海賊の人たちをバッカニにやというふうに言ったりします海賊の経済学で扱っている海賊というのはこの一番上のいわゆる海賊1670年から1730年までのカリブ海の海賊っていうやつだよねまあパイレーツ・オブ・カリビアンと同じ時代だよねこの時代 このね、海賊の黄金期っていうのは、バッカニアもいれ、まだいれば、市略船、さっき言ったプライベイティアって言われる国家の援助を受けてる、購入を受けてる海賊もまだまだいっぱいいた。で、その他にも、もうそういうのと関係なく俺たちはどこにも属さないって言ってる、単なる海賊も混在していた時代だよね。で、一番有名なのが、海賊史一番有名なのが、黒ひげことエドワード・ティーチ。 こいつだよね。パイレーツオブカリビアンのあの、ジャック・スパローのモデルになったというふうに言われてるおっさんなんだけども、これあの、頭から出てるお酒げみたいなものから煙出てるよね。で、これ何かっていうと、あの、ひなわ銃なんだよね。銅火線を被ってると。あの、帽子被ってるんだけど、帽子の中に銅花線入れて、この銅火線が特注ですっごい煙出るやつなんだって。で、げの中になんか硫黄とか、あとなんだろう、大麻。 麻薬を入れて、もうもうと本当にやってて。で、襲った船の中を練り歩くときは、それに全部に火をつけて、本当に顔に火がつかないのか、火傷しなかった状態で歩いてて、恐れられたそうです。この胸のあたりを見たらピストルがいっぱいついてるんだ。これね、6丁下げてんだ。パイレーツオブカリビアンの第1作を、まあ、 あの、チャンスがあったら見てみてください。ジャック・スパローが、さあこれから行くぞという時になったら、ピストルをいっぱい胸にこう取り付けるシーンがあるんだけども、これはあの、ジャック・ティーチがモデルだからだよね。6兆ある。なんでかっていうと、先詰め銃で一発しか撃てないから、館内で戦闘するために、 六発撃てるように六兆拳銃を持ってるとまあ、ちょっと頭がおかしい感じになって、海賊狩りで結局この人首を切られて死んじゃったんだけども、海に捨てられた胴体部分だけ船の周りを三周泳いでたっていう伝説がある。<laughs> まあ、嘘だと思うんだけども、それぐらいビビられてたような人です。当時のね、海賊人口っていうのは本によっていろいろ差はある、えー。ディズニーのパイレーツ・オブ・カリビアンだったら5000人ぐらいって言ってるんだけども、この本によると1000人から2000人じゃないかというふうに言われてる。 時代ごとに増えたり減ったりするんだけども、まあたい3000人から5000人ぐらいが正解だったんじゃないかなというふうに思います。吉本芸人ですら、まあ、変な話だけども、<laughs> 吉本工業に所属している芸人ですら7000人だから、3000人とか5000人というのはね、すごい少ないように思えるんだけども、実は当時のイギリス帝国海軍ですら、平均でね、1万3000人ぐらいなんだ。つまり、 世界一の海軍力を誇っている国ですら1万何千人ぐらいの定員しかないようなところに3000人から5000人の戦闘のみをする海の兵隊がいるわけだから実はこれかなりの勢力なんだよね。で、船1隻あたりだいたい,いわゆるパイレーツオブカリビアンのブラックパール号ってやつの、まあ、ペーパーモデルなんだけどもこの船1隻あたりだいたい80人ぐらいが 乗ってたんだって。有名な黒ひげのン王女の復讐号というやつは、えー、300人乗ってる。大型の船だったんだよね。300人乗ってると。 で、大手の海賊っていうのは大体艦隊を組んでたんだ。バーソルミュー・ロバーツ艦長っていう。これ、これからもね、しょっちゅう出てくる名前なんだけども、バーソルミュー・ロバーツ艦長は4隻の船を持っていて、で、そこに500人の手下がいたと言われてる。で、最大手は、あの、モーガン船長というやつが伝説的な船長がいるんだけども、37隻の海賊船に2000人の手下っていうんだから、もう国だよね、本当に。<laughs> 下手な国の海軍よりもずっと多いと。あの、37隻の海賊船っていうのも、まあ、大きいのも小さいのも もあったんだけども、それぐらいいたと。で、なんでこんなにさっきも言ったように3000人から5000人も海賊がいたのかっていうと、私略戦の略奪免除というやつあったじゃん。これね、あのしょっちゅう取り上げられるんだって。っていうのは国と国とか喧嘩すると略奪許可証出すんだよ。例えばスペインとイギリスが仲がいい時代もあるんだよね。アン王女が次の女王になるんじゃないかと言われていて。 でカソリック教国のスペインで。イギリスもカソリック教国になるかもって言ってた時はすげえ仲がよくてお互いにこんな免状出さないんでところがエリザベス一世が女王になったら、えー、プロテスタントの国になっちゃったんでもういきなりスペインとの関係が悪化したら両者ともにこの主役免状というのをガン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 発行して略奪してよしよしっていうのを出すししょっちゅう出す。で同時にまたしょっちゅう、ね、これを引っ込めるんだよね。 あの、しょっちゅうね、略奪免除を出す割に、2、3年ぐらいでスッと引っ込めて、もうあの国とはやっちゃダメっていうふうに取り上げちゃうんだよ。そうするとどうなるのかっていうと、はい、和平、はい、略奪禁止になると、私略戦、さっき言ったプライベーティアって言われる国家公認の海賊は全員失業しちゃうんだよ、ねで。失業すると、まあみんな大体海賊になっちゃうんだよ。もしくは他の国の、えー、まだ、えー、免除を発行してくれる国の海賊になっちゃうので、海賊人口というのは減らない。 わけなんだよね。えげつない話だって思うんだけども、海軍も同じで、イギリス帝国海軍っていうのは1713年にですね、5万人以上の水兵を雇ってた。多分ね、この時が、いわゆる大航海時代で一番多い時期だったと思うんだけど、5万人以上の水兵を雇ってたんだけども、スペイン継承戦争が終わって、そしたらね、いきなりね、あの、海軍はそんなに大きくなくていいって言って、75%人間を減らして、1万3000人ぐらいした。 3万7千人もリストラしたんだよね。そうするとその、おまけにそのリストラした兵隊、水兵っていうのはどうなったかっていうとさ、全部現地で首にしたんだって。イギリスから連れてった水兵たちを、それぞれの赴任先というか働いてる先で首にしちゃったんだよ。で、どうやって帰ればいいですか知らんって言ってた。<laughs> 現地に置いてきちゃったんだけど、だから、この人たちの再就職先っていうのは、民間の商船、または海賊しかないと。しかし、商船に乗っても、いわゆる運送船とかそういうやつだよね。優秀なね、水平で、大体年収が15ポンドから30ポンドって言われると。まあ、今の価格にしたら、まあ、普通に生活、仕送りして生活できる金額だから、150万から300万、350万ぐらいというふうに考えようか。15ポンドから35ポンドっていうの。ところが、海賊船に乗ると、一回、 一ヶ月の航海程度で千ポンドっていうのが割とね、ザラだったんだよ。つまり千ポンドって当時の価格で言うと1億円ぐらいなんだよ。で、一回の襲撃で下っ端の水布まで一人当たり3千ポンドとか4千ポンド、つまり3億円とか4億円稼いで引退したっていう話も割とあったんで、海賊というのはリスクの割にやたら儲かる商売だった。なので、その英国海軍が その、な、3万7千人も一斉に現地でリストラした時に、海賊人口ってめちゃくちゃ増えちゃったんだよね。おまけに、またこれがね、イギリスがね、きな臭くなってきて、英国海軍に人、人募集っていうふうなことで、やった、やった場合、いや、元海賊なんですけどって言っても、いや、イギリスは君を必要としているって言って、かつての罪はなくすっていうふうなことがあって、結構ね、犯罪記録が抹消されるっていうのがあったんだって、なので、 もう本当にこの当時は軍人か海賊かわからない。今は俺海賊だけど、なんかね、正規社員と不正規社員の間みたいなのを行ったり来たりしてるというふうな感じに考えてみてください。すっごいよね。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。 あっ。